8回の表、智弁和歌山、この回は3番の大倉からの攻撃を迎えます。6回には大倉らしいバッティングをセンター前ヒットを放ちました。7回は先頭バッター吉川がラッキーなツーベース、その後長野エラー、それからワイルドピッチで2点を取って同点に追いつきました。今日の決勝戦終盤を迎えています。8回です。セカンド正面です。山本一塁手の北野がすくい上げてワンアウト。先ほど一つセカンドの山本翔はエラーをしたんですが、今日はここはしっかりとさばいています。4番の天野です。今日まだヒットは出ていません。さあ大畑さん、はい、こういう展開になってきますと勝敗のポイント、ね、分かれ目はどの辺になってきますかね。フォアボールとか、はい、エラー、そういうのがねやはりね右中間です。ライトが回り込む、ライト高島取りました。やはりミスのした方がね、はい、やはり失点につながるんで、それを避けたいでしょうね。長野高津監督試合前におっしゃっていたまさにその通り、フォアボールあるいはエラー、これが勝敗を分けるんです。ですから今日はその辺を注意したいという話でした。まあ、ここまではしかし長野高校の3点以内、はい、ロースコアのゲーム、まあ、大枠通りの展開ですよね。そうなんですね。ですから後半に来てね、自分たちのもう本当にね、はい、今日は野球ができているんじゃないでしょうかね。そして自分たちの思っている通りの、はい、ゲーム展開じゃないでしょうかね。その原動力が何といってもこのピッチャーの福井ですよね。はい、ですからね、ここまで本当によく投げてますよね。はい、昨日の準決勝に続いての連投です。バッターボックスに吉川が入ります。先ほどの回守りの時に左手の痙攣で一旦ベンチに下がって治療を受けました。ツーアウトです。緩いボール、ストライク、大胆に攻めてきます。もう一球、これは外れた。ハイボール、山下さん、まさに緩急をつけたというピッチングですね。うん、そうですね、超スローボールを交えてですね、はい、まあ、マウンドさばきといいますか、度胸もありますね。空振り、あ、いや、これファールか、ファールです。長は2回戦平川勝、3回戦和歌山東、準々決勝探求、そして昨日近大新宮と下してのこの決勝戦なんですが、3回戦準々決勝あたりは中盤以降少しボールもですね、いつものような威力が見えない場面もあったんですけれども、球数が増えることに大畑さん、はい、特に昨日あたりからいいですね。そうなんですよね。今日もね、本当にね、前半から飛ばしてるなと思ったんですけどね、後半ねスピードは落ちませんよね。はい、インコーナー外れました。今で球数どれぐらいになってますか。7回終わったところで91、もうですから100球は超えてますかね。はい、あとデッドボールです。2アウトからランナーを出してしまいました。ピッチャーの吉川にデッドボールです。そしてここで智弁和歌山はこの1年生の片山、そのままバッターボックスに入るんですが、今日はヒットは出ていません。1年生ながらこの強打、智弁の先発メンバーに起用されている片山です。今正式な今発表がありまして、先ほど吉川デッドボールと申し上げたんですが、結果はフォアボールです。
これは避けなかったということでしょうね。結局フォアボールという正式公式発表がありました。一塁ランナーはピッチャーの吉川です。まあ、ここは2アウトピッチャーですし、まあ、動いていることはまあないと思いますけれども、バッター片山、もうじっくりとボールを見ています。3回戦の和歌山東戦では169球を投げました。外れました。あ、ここでキャッチャーが行きますね、毛利。ここはですね、はい、この後高垣君ですよね。そうですね、高垣君はね、ヒット1本と、はい、センターライナーとかね、はい、結構タイミング合ってるんですね、そういう意味でもこの片山君で勝負したいですね、はい、今キャッチャーの毛利が一つ間合いを取りました。セカンドのゴロです。低いゴロです。セカンドの山本翔が一塁へいい送球を送りました。2アウトからランナーを出したんですが、智弁和歌山8回の表無得点です。